こんにちは。こんにちは。はい、それでは今週も動画撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、もう10月下旬でございまして、はい、はい、まあ秋冬もね、いろいろもう、うん、ほぼ入ってきた。まあだいぶ揃ってきた感じですね。7割、8割ぐらいは入ってきたかなというところで、はい、まあ今週末も結構ね、入荷が、はい、まあ新しく始めるブランドというのかな、まあちょっと試みというものもあったりですとか、はい、まあ既存のこれまでやってきたブランドさん、うん、いろいろ新しくですね入ってますんで、まあその中で今日はこちら、はい、カル、土曜日から発売するカルですね、はい、やりましょうか。はい、どっちが紹介しますか。名前どうぞ。じゃあ、カルのですね、スーパーカンバックラムウル、うん、違う、スーパーカンバックラムフェルト、フェルトですね、はい、のシリーズです、はい、はい、まあ、多分字幕が出てますので、はい、まあこれは、まあ、あの今なんで悩んだかというと、まあ、これまで過去に、まあ、TF、うん、まあ、TOF 時代もこのギリギリやってるかやってないかぐらいかな、うん、まあ、似たような同じ、はい、全く一緒ではないんですけど、このまあフェルトを使ったシリーズというものは過去にも出ておりまして、はい、まあ、別注なんかもやったりもしたんですけれども、うん、まあ、僕らの中では結構カルイコール、まあ、フェルトのイメージが最初は結構強くてですね、まあ、なんならこれやりたいからちょっとお願いしたみたいなところもね、泣きにしもあらずというところ で、はい、でまあ、過去に出たシリーズで岡本さんがまあ実際に購入してね着てたりするので、はい、まあ、店頭でも結構イメージあるよという方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、今回はちょっと今長い名前出ましたけど、まあ、スーパーカンバックラムという、うん、まあ、あの羊の種類ですね、はい、あの、まあ、今までのものと少しちょっと素材が変わったと思っていただければいいかなと思ってます、うん、で、まあ、カンバックラムの説明は多分 Google で調べてもらうとおそらく出てくると思います。いっぱい出ると思うので、はい、あの、まあ、そこは僕らの中では、まあ、まあ、大事なんですけど、そんなに重要ではなくて、うん、まあ、どちらかというとこうやっぱりこのバランス感、はい、まあ、これまでのちょっとね縫製の仕様とかも少し今回は3本針かな、うん、になってたりですとか、ね、はい、パンツのシルエットが結構ゴム太なんですけど、はい、これがめちゃくちゃ良かったりとか、うん、まあ、いろんなちょっとバランス感だったりこの素材の風合いっていうのが少し変わってるところがあるので、はい、まあ改めてちょっとご紹介をできたらなと思っております、うん、はい、まあそんなシリーズフェルトのシリーズなんですけれども、はい、まあ、形は今回3つです。はい、3型、はい、しました。まあ、カバーオール、はい、カバーオール、まあ、これテイラードと呼んでいいのかわからないですけど、まあ、2ボタンの、はい、2ボタンのジャケット、はい、それからワイドパンツ、はい、まあ、イージーのゴムと、紐ドローコードとついたパンツですね、はい、まあ、この3型で同じ素材でご用意しております、うん、で、まあ、どうですかね、割とこのカバーオール型も、まあ、別の素材で近しいものをやってたりですとか、まあ、2ボタンも、はい、まあ、割といつも通りこうちょっと着丈長めの、うん、まあ、カルらしいバランスですし、そうですね、この辺はもう本当カルらしい、はい、まあ、はい、形ですね、はい、でちょっと新鮮なのがこのゴムと、うん、これ結構新鮮、多分今までで一番太いパンツじゃないかなと思います、うん、ます、まあ、の中で最初僕も見た時はちょっと太いかなと思ってましたけど、うん、実際こう履いていただくとですね、うん、結構いいバランス感かなと、この生地との相性が非常に良いかなと、ね、はい、はい、もうザ東京なブランドだと思ってますので、はい、非常に素敵なバランス感かなと思います、はい、で各3サイズ今回ご用意しておりますので、はい、3、4、5ですね、まあ、イメージでばっくりのイメージですけど、はい、まあ、岡本さんで多分3と4、うん、どっちでもまあいけるかな、はい、で僕で4と5どっちでもいいかなというところなので、うん、ちょっと岡本さんが3着て、はい、僕が5を着てみようかなと思います、うん、はい、まあ、ちょっと着たバランスをご覧いただけたらなと思います。
はい、という形でご紹介してまいりました、はい。まあいろいろ入ってます、うん、まあ今日も入るんですけど、はい、まあ、今週の土曜日からですね、いろいろ発売をしていこうかなというアイテムもたくさんありますので、はい、まあこういういわゆる秋冬らしい素材感のものですとか、うん、まあ、あとはちょっとした小物なんかもありますし、はい、あとアウターニット、うん、まあまあ結構揃ってはいるかなというところなので、まあなんか来週というか今週末ぐらいから気温がね、はい、ぐっと下がるみたいなので、うん、そろそろ11月12月に向けていろいろチェックしていただけたらなと思いますので、はい、まあ、だいぶ充実している時なので、うん、はい、どんどんねなくなってっちゃうんで、うん、まあ、あの11月12月でこうアウターとかも入ってはくるんですが、はいはい、ちょっとすでにね完売しているものもありますので、うん、まあいろいろ試していただけたらなと思っておりますので、はいはい、まあ悩んでる方はこれ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 かなという、まあ、見ていただけたらね、はい、素晴らしい商品かなと思いますので、はい、ぜひとも試していただけたらなと思います。はい、はい、じゃあ今日はカルのスーパーカムバックラムフェルトのシリーズをご紹介しました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。